おいしい信州の農畜産物。生産現場をよく見ると何か違和感が。クイズ、違和感を探せ。ここは南牧村の牧場。牛って大きいな。この後の映像に隠れた違和感があるところを探してね。それでは違和感 VTR スタート。ここ南牧村の野辺山高原は牛乳の生産など酪農が盛んな地域。この牛さんから美味しい牛乳が絞られるのか。こちらの牧場では朝夕2回搾乳を行っているの。70頭の牛から取れる生乳は1日におよそ1500リットル。なんとなんと人の手で絞っているとか。本当？手で絞るの？気が遠くなる。生乳はタンクローリーで工場へ運ばれ、安心して飲めるようさまざまな検査や加工を行うの。あ、紙パックが組み立てられていく。パックに詰めたらみんなの元へ運ばれるのよ。さて、違和感はどこ？それでは正解 VTR をチェック。標高の高い野辺山高原は乳牛にとって最適な環境。なぜなら牛は暑さに弱いからなんですって。寒さに強い牛さんだけど吐く息は真っ白。寒そう。ここが違和感。搾乳は全て手作業ではなくミルカーと呼ばれる機械を使って行うの。たくさんの生乳を一気に、そして空気に触れないまま絞ることができるので新鮮さを保てるのよ。へえ、こうやって絞っているのか。牛さん気持ちよさそうだな。工場では生乳に含まれるホコリの除去や高温殺菌などが行われているの。安心して美味しい牛乳を届けるため必要不可欠な工程なのよ。牛乳を作るのはたくさんの手間がかかるんだね。ということで今回の違和感ポイントは生乳の絞り方。ミルカーという機械を使っているのよ。違和感解決でいいわ。ここで番組をご覧の皆さんにさらにクイズ、違和感を探せ。さっきの私と今の私はちょっと変わった部分がありますよ。それは、分かった方は番組ホームページか SBC アプリへ答えを送ってね。正解者には株式会社やつれんの乳製品をプレゼント。ヒントはホームページで今日の放送も見られますよ。次回もお楽しみに。クイズ、違和感を探せ。